はい、吉祥寺の花屋、花心の三枝と、はい、こちらでフラワーデザインとハーバリウムのレッスンをさせていただいております、佐藤千佳と申します。はい、本日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、今日の動画は、ハーバリウムで失敗してしまったこと、3つを紹介していきたいと思います。はい、この3つは僕が考えたのも、まあ、1つあるんですけれども、このカメラマン河合とあと佐藤さん、3人で1つずつ、なんかこのハーバリウムで失敗しちゃったよっていう例を出しながらちょっと紹介とあと解決方法を、紹介していきたいと思います。はい、じゃあ僕から。そうですね、じゃあ、はい、はい、じゃあ僕からいきます。はい、じゃあ僕がちょっと失敗してしまったこと、それはこれを買ってしまったことです。このビビアンっていうサイズの、このメーカーさんのやつっていろいろビビアンとかなんかいろんなここの名前でそのサイズが決まってるんですけど、なぜ僕がビビアンを買ってしまったかっていうと、あのなんかまずマイクロローズは絶対入るのを知ってたんですよ。でマイクロローズがやっぱりこのハーバリウム人気で欠品になってしまった。なので僕は代わりになるバラないかなって思って調べた時に出てきたのがこのビビアンのサイズ、そしてメルカリで売ってるハーバリウム用として、なのであじゃあ大丈夫だろうと思ってビビアンを大量購入したら、まあ入らないということで、まあ僕はあの、まあ、無理やり押し込めばもちろん入るんですよ。あのでも無理やり押し付けると、あのいわゆるピンセットとかで跡がついて入れた時にすごい透けちゃったり、その押しつぶした跡がついてしまうというので、ハーバリウム用としてはすごい使いづらいっていうのがありました。なのでどれだけ入荷が遅かろうと、あのマイクロローズ、絶対買っていただきたいと思います。そしてマイクロローズ、ない、そして仕入れ先にもやっぱり仕入れ先半年後とかになってしまうことを多々あります。そういう時はぜひ、花心に来ていただければ、問題は解決しますので。はい、他何かあります？解決方法。解決方法、私は、ね、バラがないとか飾りがない時、はい、実はバラに関して言いますと、はい、このピンクの、わかりますかね、このピンクの途中に浮いてるの、はい、これとこちらのピンクのもそうなんですけども、これはハーバリウム用ではなく他の用使い道があって買った大きな、ハーバリ、ごめんなさい、プリザーブドフラワーのバラを分解して入れたものなんですね、はい、なのでもし大きくて入らない場合は無理やり入れて、あの変な見え方をしてしまうよりは分解して1枚ずつの花びらとして使われるといいと思います。バラだけにね。はい、はい、なるほど。河合さんは何かあります？僕が失敗したのはオイルを入れる時に、はい、ちょっと花材が沈んじゃう、あの粘り気の強いオイルだじゃないですか、うちで使ってるのは、ね、サラサラしたのもあるんですけど、はい、なるべく浮かないように粘り気の高いオイルを使ってたら逆に花材がどんどん沈んでっちゃうっていうのがあって、あそれを解決したのがこれ、これハーバリウム石鉄の清川島さん作のこれちょっと読んでたら、まあすごいよね、あの作り方書いてあるんですけど、その、まあ、前の動画でも言ったんですけど、うん、プロがなんか使った方がいいよっていう道具も書いてあるんですよね。あーで言っちゃうと、まあこういう時はまあジョロを使った方がいいですよみたいな書いてあって、あまあただ使うだけじゃなくて入れる時のコツも図解付きであったんで、それをやってからはもうそれに悩まなくなりましたね。ああ、なんか花材選びとかでも変わったりします？やっぱり沈む沈まないとか。あ、ありますね。やっぱり空気を多く含んでいるものって来やすいんですね、はい、であと紫陽花は割とオイルをすぐに含んでくれるので重くなるので浮いてくることはまずないので、もし浮いてきてしまって困った場合は浮いてきてしまうものの上に色目の合う紫陽花を入れていただくと浮きが防げるかなと思います。あ、なるほど、うん、あと僕はやっぱりこのカスミソウですね、すんごい重宝してます。こうやってカスミソウを紫陽花とかいわゆる浮いてしまうものの上にこうカポッてやってあげるだけで浮かなくなってきたりだとか、逆に沈んじゃう場合もそういうのをクッションで挟んであげると、まあ、沈まなくなるのかなっていうのと、もうあとは入れるのあれですよね。瓶に沿うように少しずつ入れてあげるっていうのが、うん、そうですね、あの直
接花にかかってしまうと、はい、場所が移動してしまうので、あ、確かに、うん、それをしオイル入れるときは特に慎重にされた方がいいと思います。はい、で、じゃあ3つ目なんですけど、でも佐藤さんそんな失敗したことなんてないですよね。あるんですよ。あるんですか。あるんですよ。 何やったんですか。これなんですけれども、はい、分かりますかね。こちらペッパーベリーなんですけれども、ペッパーベリーオイルに色が移ってしまったんですね。あ、確かにちょっとピンクですね。オイルの色がピンクになってますよね、はい、でこちら同じあのちょっと色の違うペッパーベリーなんですけれども、はい、こちらは移ってないんですよ。あ、本当だ。これ透明ですね。これ同じ時期に入れたんですか。同じ時期なんですけれども、はい、これはあの後で分かったことなんですが、染料の性質、オイルの性質が関係してるみたいなんですよ、はい、なのでまあ皆さんにお出しする前にこれに気づいたので、皆さんにお渡ししたものにこういうものはなかったんですけれども、もし新たに買われてちょっと心配だなと思う場合には、作られる前にはあのお皿でも何でもいいと思うんですけれども、オイルと、火災ですね、入れて色移りしないかどうか確認されてからいいと思います。でそれについては河合さんがすごく詳しく、はい、調べてくださったので、そうですね、まずそのプリザーブドフラワーとかドライフラワーを染めてる染色液、これが水性と油性ありまして、まあ、オイル当然油性なんで、まあ、油性と水性だと、まあ、混ざらないから色落ちはしにくい。あ、水と油って言いますもんね、はい、なんですけど油と油だと、まあ、混ざっちゃい、混ざりやすいので、まずそこの相性をちょっと調べていただきたいなって思います。でもう一個はオイル同じ油性同士なんですけど、まあ、二大派閥って言うとあれですけど、シリコンオイルと流動パラフィンでできている、まあ、ミネラルオイルあるんですけど、同じその火災を、まあ、流動パラフィンとシリコンオイルで入れてる、まあ、オイル屋さんが出してる動画であるんですけど、シリコンオイルは、まあ、2、3日すると若干うっすらと、まあ、出始めるっていうのがあるんですけれども、あの流動パラフィンはもうその日のうちもう数時間後には色ががっつり抜けてきちゃってたっていうのがありましたので、もちろん使う火災によってそこの時間の長さは変わってくるんですけど、個人的にはシリコンオイルの方がおすすめです。でただどこで買えばいいのかがちょっとまだおすすめのやつ、うちで使ってるのあるんですけど、はい、佐藤さんもなんか比較してもなんかうちのより全然抜けてないなって気がするんですけど、どこで佐藤さんは。私は今まであのアミファっていう家財屋さん、出たアミファさん通信販売なんですけれども、はい、そこで買ってるんですけれども、まあ資材置いてるところでしたら最近は置いてますし、あとそうですね、手芸屋さんにも最近置いてますよね。あ、はい、であのちょっとだけ作りたい方向けの 100ml サイズから割とお求めやすいあのお値段で売ってると思いますので、作られる方はぜひシリコンオイルであることを確認されてから買われるといいと思います。はい、なのでね、僕もちょっと思うところはやっぱり、まあ、ベビーオイルで代用できるとかもあるんですけれども、やっぱり僕はハーバリウム用の専用のオイルの方がこういう瓶の中に閉じこもってる感がすごい出て透明感がすごいので、僕はぜひハーバリウム用のオイルを使っていただきたいなと思っております。そして、まあ、使うならシリコンオイルを使って、でもし、買い方に困ったら、湯沢屋さんとかあとアミファさんで、アミファさんと何ですか、2リットルとか3リットルですか。100ミリリットルから20リットルまであります。ああ結構幅あるんですね。幅あります、はい、で例えばこの小瓶で150くらい入りますよね。確かこれは確か100じゃないかな。100か、これが150ですね。こっちが150で、この長いやつが200ですね、など、ありますので、まあ、その用途に応じて、買っていただければと思います。でね、河合さんもね、やっぱりあのプリザーブドね、自分で作ったりもね、してたから ね、その辺結構詳しいんで、まあ、分かんないことがありましたらぜひね、コメント欄の方で質問していただけたら、河合がお答えすると思いますので、よろしくお願いします。お願いします。はい、ね、まさかのね、佐藤さんにもね、失敗したことがあったんですね。でもよく気づきましたね、これやる前に。なんかこう、これが油だから、油と油だからと、あの混ざっちゃうってことなんですよね。そういうことみたいですね。はい、
でも何で染めてるかなんてわからないですもんね。確かにパッと見わかんないですよね。わかんないし染料まで書いてないですから。ああ確かに。なので買われたらやっぱりご自分で試されてから使うのがいいと思うんですね。あなるほど。はい、でもし、まあ、自分で一から揃えるって大変になった方はね、ぜひ花心、相談していただければ、花材のね、本当に小分けにして、お渡しもできますので、ご相談いただければと思います。本日の動画も以上で、はい、この動画面白いと思いましたら、グッドボタン、そしてチャンネル登録の方、よろしくお願いします。じゃあ、本日の動画は以上になります。